橋渡って行こう。トレーダー星よ。あ、列車がすれ違ってくよ。ここは銀河鉄道の分岐点になってる。ここからいろんな星へ行くローカル線がたくさん出てるのよ。ほら、あそこにも。エメラルダス星へ行く短距離列車は湿地帯ばかり走るので列車が防水シールドされてるわ。かっこいいね。通勤のサラリーマンで、あの線はいつも超満員なの。本当だ。地球の電車みたい。次はトレーダーでございます。停車時間は地球時間で2日と2時間15分です。お乗り換えのご案内をいたします。アマゾニア線、オリオン線、カペラ線、オリオン外回り線、野の花線にお乗りの方は次のトレーダーでお乗り換えでございます。次はトレーダー、トレーダーでございます。次はトレーダー。随分たくさんの列車が入ったり出たりしてんだね。そう、トレーダーはとても賑やかな星なの。大勢の旅行者でごった返しているからよ。久しぶりに賑やかなところへ降りられんだな。ええ、トレーダーは旅人と旅人が出会い語り合い、友情が芽生えるところなの。ふーん。すごい列車。あれはね、重力トンネルの向こう側にあるオリオン星へ行く各駅停車よ。人間が大勢いそうだな。23時8分発カペラ星行きにお乗りの方は35番ホームへおいでください。オリオン外回りにお乗りの方は全車指定席です。指定券は切符売り場の自動販売機でお求めください。アマゾニア星行きは53時16分発です。お乗りの方はそれまでに重力チェックをお受けください。野の花線にお乗り換えの方は47番線でございます。人が多いからバスと荷物には気をつけてね。こういうところ嫌いじゃないな。何か食べようか、鉄郎。それそれ、そこなっちゃ。もう腹ペコでさ。あそこにレストランがあるわ。はい、いらっしゃいませ。
哲郎は何にする？ビフテキ？チャーハン？ラーメンの匂いだ。僕ラーメンライス。ここのラーメンは合成ラーメンですか？あ、決まってるじゃないですか。実は正真正銘本物のラーメンもあるよ。もちろん密輸品だがね。ただしお代は10倍だよ。いいわ、それいただくわ。ライスも合成品じゃなく本物お願いね。スペシャルラーメンライス2丁。うまい。答えられないよ。やっぱり本物は違うな。ああ坊や、ピストルかライフいらんか。安くしとくぜ坊や。え、どうだい坊や。ほう、戦士の銃。いや、これはお見それしました。物騒なところだな。ええ、物騒でとても悲しいところでもあるのよ。悲しいところ？なんだなんだ。お腹を空かせた人たちよ。旅費だけしか持っていなくて、水だけを飲んで旅をしている人たちなの。ここにはああいう人がたくさんいるのよ。そうだったのか。銀河鉄道の無料パスや支給金がなければ、僕だって間違いなくあの人たちと同じなんだ。メテル、ごちそうしてあげようよ。ダメよ。どうしてさ。僕、食欲なくなったよ。じゃあ出ましょう。懐かしいな。どっかで見たことのあるような街だよ。そうね、私もそんな気がする。いかにも人が暮らしてるって、生活の匂いみたいなものが感じられて、私とても好きよ。生活の匂いか。さっきのラーメンの匂い、あ、素敵だったな。ラーメン途中でやめちゃったからお腹が空いてるでしょ。ルームサービスで何か取ったら、哲郎。ん？この街気に入ったから外で食べてくるよ。そうね。その前にお風呂へ入りなさい。風呂？いや、遠慮するよ。待ちなさい。ちょっと、ダメよ。食べるだけじゃ。旅は長いんだからお風呂へ入って体調を整えなくちゃ。やだよ。僕ね、お風呂嫌なの嫌いなんだよ。僕はお風呂が嫌なんだよ。お風呂だ。あ、開かない。ちょうどいいわ。そのままお風呂に入りなさい。さっぱりしてから食べた方がお食事は美味しいわ。うん、分かったよ。入ればいいんだろ。無駄無駄、時間の無駄ですよ。あれ、おう、メーテル、もう入ったよ。ドア開けてよ、メーテル。よく洗うまで出てはいけません。もう洗ったよ。洗いました。そんなに早く洗えるわけないでしょ。もうよし。こっちとら腹がついてるっちゅうの。どう？さっぱりしていい気持ちでしょ。ちっともいい気分なんかじゃないよ。まったく。あたしも一緒に行ってあげたいけど。一人で行けるよ。じゃあ、これ。
金貨だね。銀河鉄道がお客さんにくれる支給金よ。これだけあればずいぶん食えるな。でもほどほどにしないとお腹を壊すわよ。大丈夫だよ。ああ鉄郎、例のお腹を空かせた人たちには気をつけるのよ。分かってるよ。じゃ、大丈夫かしらあの子。さて食堂はと。何を食べようかな。僕も食べたい。何かごちそうして。あ、何か食べさせてくれ。私にも一口頼む。もうやもうや、食べさせてくれ、食べさせてくれ。あげたけど、あんなに遅いじゃん。ああ、走ったら余計お腹空いちゃったよ。あ、中華料理。ところ来ちゃったよ。でも賑やかなところには旅行者がいっぱいいるしな。鉄郎ったら随分ゆっくりだけど、お食事にありつけたのかしら。あんなところにお店が。ラーメンでも結構うまいや。あのご主人様。なんだ、またお前か。あの、残飯お願いいたします。外にあるだろ。お、ありがとうございます。待て、金が先だ。あの、今日はこれっきりしかないんですけど。おい、いつまでもただ同様でもらえると思ったら大間違いだぜ。残飯だって今は高いんだ。すいません。おじさん、誰なのあの人。ああ、あれは昔ここで働いてた女さん。今じゃ時々ああして残飯をもらいに来るんだけどね。ええ、美味しかった。はい、ダーリー。でもここはどこだろう。
ホテルからだいぶ来たみたいだけど。まあいいや。ダメだわ。めぼしいものなんてありゃしない。お金のない旅行者が漁って行ったのね。お姉さん、僕とラーメン食べようよ。僕、鉄郎って言うんだ。お金なら心配いらないよ。ほら、ちゃんと持ってるよ。だって…いいから、いいから。おいしいわ。何十年ぶりかしらこんなの食べたの。よかったね。おかわりしてもいいんだよ。ありがとう、哲郎さん。お客さん、こっちは商売だからいいけど、厄介なことになっても知りませんよ。厄介なこと？いらっしゃい。何にいたしましょうか。ラーメンライス。はい、ラーメンライス。代金はその親切な坊やが払ってくれますよ。え、そんなバカな。バカなってことはないでしょ。あんたその女におごってやったじゃありませんか。一人だけ親切にするなんておかしいじゃないの。いや、そりゃあ…どうしますね、お客さん。よし、おごってあげるよ。腹のすく辛さはよくわかるもん。地球にいた頃、僕毎日のように腹ペコだった。それにどうせ銀河鉄道から支給されたお金なんだ。みんな、おごってくれるってよ。えぇ、いただきますよ。文句あるならあのお客さんに言ってくださいよ。ほら、あの方にいただいたお金、今ちょうどなくなったところでね。そうか。どうして俺たちに怒ってくれないんだよ。そうだよ、そうだよ。どうしてって、お金がないんだもん。嘘だ。あれだけ大勢の旅行者に怒ったんだ。もっとお前金を持ってるはずだ。そんな。食わせてくれ。怒ってくれよ。頼むよ。地球の家も同じようなもんだったよ。なんだか懐かしくなるよ。ありがとう、哲郎さん。
こんなに平和で満ち足りた気持ちになったのって本当に何十年ぶりかしら。坊や、哲郎。まあ、哲郎ったら。どうした？あなたを一人にした私がいけなかったんだわ。あれは野の花行き各駅停車。惑星トレーダーは空の美しいところ、その空を見て旅人はふるさとを思い涙を流すところだという。トレーダーは旅人がほっと束の間の安らぎのため息を漏らすところだという。短い父のために、幸せ願う母のために、悲しい女の命の花はただひたすら実りを願う。たとえそれが幻でも、たとえそれがまやかしでも。次回の銀河鉄道999はトレーダー分岐点後編に止まります。